琴爪のはめ方について説明します琴爪は右手の親指、人差し指、中指に琴爪が指の腹側にくるようにはめます琴爪は自分の指に合ったサイズのものを選びましょう指の爪の甘皮が隠れる程度にはめましょう深すぎると引くときに痛くなってしまいます